どうもこんにちは。さて今回は前回お約束した通りイベントマップやります。どっちにしようかな。ゴールドラッシュから行こうか。初級中級上級ってあるんだよね。ゴールドラッシュをプレイするには黄金の鍵か、ダメじゃん。なるほど、さっきの鍵はそういうことか。じゃあこれできるか。これできる。所持している超合金の鍵、超合金の鍵でプレイ。しかもなんかムーンストーン300も、まあ、行きます。一人で探検。レアメタル報酬ステージでコンティニューする。ガチで本気で行きます。コンティニューできないらしいです。え、何これ。そこに台が、ちょっと苦手だな。ちょっと待って、どこに何があるか全然わかんない。とりあえずここで降りて上行け。待って、爆弾がまだ来る。怖えな。危ない。あれ、でもこれこっちから上行ってね。怖い。嘘。ああ。マジ。しかない、こっちから行こう、こっちから。怖い。難しい。え、何もない。爆弾で壊すとかじゃない。おお、壊せた。やばい。ウルトラマンデータ。難しいよ。せっかくのイベントじゃない、超合金の鍵を使った。難しい。で、どこ行けばいいんだこれ。次下だけど、その前にあのエネルギーを回復して、怖い。で、一応爆弾取っていこう。すごい爆弾いっぱい。うわ、なんだあれ。フンがすげえ。何あのフンの量。で、爆弾を置いて。危ねえ。よし。ちょっと待った。もう行くとこないし。しかもこれ無理じゃない？これ無理じゃん。もう。上登れない。ちょっと待って、どうしろっていうのこれ。あ、これ片方降りて片方登るってやり方だったんじゃない。
うわ、終わったわこれ。終わった。あ、やばいよ。ああ。ゲーオー。書き出し冒険者の通りの洞窟探検家。ここ0110。地底に眠る神秘の文明を求め洞窟を探検に挑むが、レアメタル発掘ステージ秘密の原石採掘場にて、糞にまみれた状態でその探検を終えることとなった。最悪じゃねえかよ、糞にまみれた状態。ということで今回僕は糞にまみれて死にました。あれちょっとよく分かんなかった。あそこどうすればクリアできるのか分かんなかったです。そういうわけで、なんか情報持ってる方いましたら教えてください。それではご視聴ありがとうございました。皆さんも上からの糞に注意してください。それではバイバイ、またね。うそー、やばいよ。あ、ゲーオー。書き出し冒険者の通りの洞窟探検家。ここ0110。地底に眠る神秘の文明を求め洞窟を探検に挑むが、レアメタル発掘ステージ秘密の原石採掘場にて、糞にまみれた状態でその探検を終えることとなった。